どうも、皆さんこんにちは、コスケです。またまたやってきましたね、極連の今回は6倍なんですけれども、今回、使っていく編成は僕これでやっていこうかと思ってます。これね、一応前回すでにもう出ていた、編成なんですけれども、確か二藤さんという方が、ベースを作られた編成ですね。これまず天才です、これ。僕も以前レギンレイブ、片重レギンレイブでの集会を前回やってたんですけれども、それよりも楽で、かつ、事故の要素がないです。はい。完璧、現状完璧と、言ってもいいんじゃないかと思えるような編成です。理想はここのルシファーのところを、もう一枚式神を、突っ込んでやる編成が、ベストなんですけども、一応これでもほぼほぼ、同じ立ち回りができるような形になってます。ちなみに前回僕はほとんど、最初の3日ぐらいを、式神レイビンレイブ、以前僕がね、動画上げてると思うんですけど、その編成でやって、で残り 2,3 日をこっちですね、マッハでのリダチェン、これもね一応動画にしてるんで、興味ある方はよかったらそちらの動画見ていただければと思うんですが、よりですね、こちらの方がですね、今回使っていく編成の方が、周回速度 と事故率ともに、安定性が高いです。とにかくそこが特徴的、とにかく速度もブレない、ブレがほぼないっていうところと、ほぼ事故らないっていうところですね。はい、では実際どういう感じなのかですね、一周やっていきましょう。はい、実際やっていこうと思うんですけど、すいません、一応ね調整等をお見せしていこうかと思います。しげしげのアシストは、ドットセフィロスです。これ潜在は何でもいいです。で、式神のアシストにゼログ武器、これ先日のシャーマンキングコラボのエリーザかな、ファウストの覚醒キラーの武器だと裏が溜まっちゃうんで、ゼログ武器のスキルレベル1推奨です。で、覚醒はバランスキラー1の能力用覚醒キラー2個っていう感じですね。で、ルシファー、全ルシファー潜在拡張してあげて、悪魔キラー4突で、アシストはネバン武器になっております。で、聴覚性は、同じくなんですけども、スキブプラスですね、両方ともスキブプラス採用です。で、レギンレイブは、ここは潜在はほぼ振る必要はないんですけども、僕は別のパーティー使ってた関係性から、潜在拡能力を覚醒キラー3つ振ってますけど、なくて大丈夫かなと思います。で、アシストは、ボンタ君、これマストです。他のキャラでは代用できません。で、式神にアシストルナ武器で、式神の調整が、回復キラーですね。もうこういった回復ぶっ倒すマンです。で、転生両夫に、悪魔キラー4突の、聴覚すればスキブプラスで、アシストがこれ不死身ファンタジアコラボの、ゼルガディス・グレイワーズっていうね、スキルがとにかく優秀、2ターンの間は5倍延波で、かつ、ワンフロア処理できる分のスキル、固定生成もしてくれるっていうスキルですね。はい、ではやっていきましょう。まあね、すでにもう、この周回編成使ってるって方もね、これっていうか、式神でも、この形、この方の、周回編成使ってるって方もね、結構いらっしゃると思うんですが、知らない方もね、一定数いらっしゃるかと思いますので、一応ご紹介という形でね、やっていかせていただければと思います。もうすでに始めてますが、1フロア式神を打って、5ゲシですね。で、3フロアで、トットセフィロスのスキルを打ってあげて、これ1コンボ加算入ることによって、確かねワンパンラインで打ったんですよね。これ完璧なスキルの使い方だと思います。で、道中シンファーまでのフロアで、1つだけ注意する、ポイントがございまして、これワンフロアで、式神打って、盤面ね、泥鏡全部、盤面が全て泥鏡になってたと思うんですが、式神を打つことによって、この、両端の縦10個は、泥鏡というか、消していくじゃないですか。消していくんですけど、真ん中の20個ね、これ極力残すように、そんなね、めちゃくちゃ意識して残す必要はないんですけど、その落ち込んでとかね、消えてしまうケースももちろんあるんですけど、ここのね、シンファーの突破するために、泥鏡が何個だったかな、10個ぐらいだったかな、はい、ちょっとここ計算し直さないといけないんですけど、何個か必要なんですよ。なんで、全部泥鏡消しちゃわないようにっていうことですね、注意としては。そんなことしないと思うんですけど、普
通にやってたら、問題ないです。ただ一応、シンファの LINE に、ワンパン LINE に、道路橋が、一応計算されてるよっていうところだけですね、注意しないといけません。で、ジェフクロワで、予風打ってあげて、攻撃1コンボで取ります。まあ、ここはまあ別にキーね、繋げちゃってもいいんですけど、時短のために、基本的にはね、ずらします。で、ラストなんですけど、シンファーが、出てきた場合ですね、シンファーが出た場合のみ、このレギンレーブを打ってあげて、5-4、5-5-4で消してあげます。まあ、こんな感じの形ですね。こんな感じの形で消してあげないといけません。それ以外は、5-5-2コンボで突破できます。これがね、式紙が2枚いる編成だと、そのレギンレーブを打つ手間ってないんです。多分すべて、5-5で突破できるっていう、強さがあるんですけど、残念ながら僕持ってないので、式紙にダメをね。まあ、ちょっと、今回はこんな感じでやっていこうかと思います。で、休憩地ですね。まあ、パズパスと、経験値バッジ、両方つけた感じで、つけた状態で、まあ、最低値が、クテルフとかが出たとして、690万ですね、最低値が。まあ、ネラルトテッド、クテルフほぼ同じなので、こんな経験値なんですけど、ファーマーとアザトースが出た時は、750万ぐらい、もらえてます。で、今この瞬間なんですけど、今ね、朝の8時20分なんですね。朝の8時20分で、今回の、イベントで、乱入してくる、まあ、幻獣枠なのになるのかどうかはあれですけど、まあ、幻獣枠のゼラですね。花嫁ゼラがまだ確認できてません。っていうのも、そのゼラが実装される、出てくるようになるのが、お昼の12時からなんですね。超ワクワクしてるんですけど、早く来い、早く来い。超ワクワクしてるんですけど、それが出てきてどのぐらいになるのか。っていうところですね。時速とか、その、まあ、1日どのぐらいの、経験値を稼ごうかなっていう目標を設定する、されると皆さん思うんですけど、まあスーパー、俺は睡眠ねえよ、24時間、俺の人生パズドラっていう方以外は、1日ね、そのランク上げをされる方は、おそらく、まあどのぐらい1日稼いでいこうっていう目標設定をされると思うんですよ。はい。多分ね。はい。まあ僕はそんな感じでやってるんですけど、まあそこの、なんですか、目安がまだ見えてないっていう感じです。とりあえず、まあ、今時速がだいたいこれで、2億ぐらいなので、まあかける今日できる時間みたいなね、感じの目標設定になっちゃうと思うんですけども。はい。で、ちょっと後付けで申し訳ないんですけれども、現在、夜の7時です。ちょっと今日は外出したり、ちょっと子供の運動を見たりで、まあ思いっきりやりたいんですけど、まあ一応ゼラのスペックですね、出てきた時の、ゼラがまず出ると皆さんね、気になる経験値、まあこの後、この、まんま倒すんで、それは見ていただければわかるんですけれども、まあ、タイプがね、悪魔攻撃というところで、まあ、このダンジョンね、回復キラーと、バランスキラーと、悪魔キラー3つが特に刺さっていく。で、まあ、悪魔タイプに対してしっかり、皆さん対策が取ってらっしゃるかと思うので、普段ね、極連を周回してるパーティーであれば、基本的に倒せます、ゼラは。で、HP は20億。で、防御力は5億という風になってます。なんで、まあ、防御力を基本的にゼロにして立ち回るケースがほとんどだと、思いますので、アザトースとかね、ファマが倒せるパーティーであれば、全く問題ないです。はい、よかったです。特に、だから、ゼラが今回出るから、そのゼラ対策として、何か新しい、編成を組まないといけない、組まないといけないっていうことはございません。はい。経験値は今から、見てはわかるようにですね、1000万というような経験値になってます。まあ、ツイッターでもね、ツイートはしたんですけれども、まあ、極連8倍の時のぐらいの、経験値が手に入るっていうような感じです。まあ、通常が、僕の、環境、バッジプラス、パズパスの恩恵があれば、最低値が690万、最高値が、ご覧の通り、1064万というような経験値になっております。時速は、ゼラが出るようになったから、まあ、格段に跳ね上がったかと言ったら、そんなこともなくですね、2億2000万ぐらい、2023、まあ自分の周回速度もあるんですけど、まあそのぐんな感じですかね、ちょっと上がったかな、ぐらいです。はい。まあ、
かといってね、まあもちろんね、個人的にね、2000万とか入ったらどうしようとか思ってたんだけど、そんなこともなかったです。はい、ということで、期間中頑張りましょう。バイバイ。